にちは。プープーテレビの総集編です。大北です。林です。林田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。9月の第1部を見ていきます。はい。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ写真撮っとこうか。 どんなもんで今見てるかまさかね、こんな小さいの3人で、はい、どれだけ仲良しかっていう。過去のちっちゃいので、とりあえず今週は、はい、はい。プープーテレビってさ、面白いのが続く週とさ、はい、そうじゃない週のさ、激しいよね、はいはいはい、なんだろうね、9月、あ、なんか周りを見て、うん、俺も頑張ろうって言ってたんですかね。その意図が切れちゃった次の週とかに。前の人の幹作るっていかにギリギリかっていうかギリじゃないのにさ、別にああ、これか。この前も新しいんです。俺たち猫いやーって言ってるわけですよね、はい。これ宮城さんが寝ながらいいお相手思いついたって言ってたんですよね、はい。夏行かないで夏もっと遊ばせろって宮城さん遊んでんじゃない、ね、毎日冬でもね本当にね、よくわかんない。宮城さんの動画ってさ、ストーリーじゃなくて俳句だよね。あ、そうですね。だよね。趣みたいな。わびさびみたいな。怖いね、これ。そのドゥーとか出てこないですね。ニャーとかね。だんだんなんかこういう感じになってきてる。ああ、ニュアンスだけで、うん、ああ、そうか、ストーリーじゃなくて、そう、なんか感じてみたいな情景をただ描くだけみたいな映画とかでもあるじゃないですか、なんかストーリー、はい、ないやつこれね、びっくりした。埼京線から山手線に乗り換える、ね、ああ、そうらしいですね、うん、そうなんだ結構でかいですよね、うん、でかいよね。それで、勝たされるのに来て、はい、かけ。藤原、歩く歩道から撮ってるんだよね、向こうから。ああ、ありますね。だからそこがスムーズです。レールとか引いたわけじゃないもんね。誰かがね、ガラガラと。わあ、自信のない人まで勝たされるんですね、これ。大きい字を、はい、割と上手に書くのです。余ったりしてる。あ、最初に割るんですかね。あ、これ結構いいね上がってる。えそでもこそこの上もいいよ。うん、でかく書きすぎた。割とみんな普通にしてますね。おすげえとかは言ってないですね、うん、あ、EU 俺が考えるヨーロッパ。I am honored to be able to see you today. I lay emphasis on the protection of cultural assets now at the EU headquarters. The repair is performed above the well-known work line by collapse. これ岡田さんの声ですか？いやいや、これね、なんか合成音声と、うん、はあ。The work is going to be finished by 2020. I recognize it as the base. これまかないを持って帰ってる。そう、まかないを家でビール飲みながら食べるって話を聞けるだけ。で家ではビール飲まない。いや、本当は飲むとか、そういうそんな話を聞けるだけなんです。I lay emphasis on maintenance of rapid transit railway networks crossing the Europe. However, it is a situation that cannot be solved. そう、ここら辺でなんかだんだん恥ずかしそうにしてませんか？酒が飲むって嘘つけたのバレて。あ、そういうことか。なんか出てたらすごい地図になってました。雑なね。夏の工作ですね。世界の駅、すごい、これ
んか最初にこれなんか大木田くんの動画先に見てて、はい、コメント先に考え書いちゃったんだよね。なんか大木田くんは寝ながら考えても違いないみたいな、はいはいはい、そしたら映画見て書いた作ったって書いてあって書き換えたんだよ。気使って悪かったな。あ、寝ながらとか言っちゃったとか言っちゃった。あ、でも寝ながら考えたんじゃないですかね、多分。はい、映画も見てと思ったっていうのは後からそう言っといた方が。なんか天井見ながらどうするかなっていう。そうそうそう。そんな感じですよね、毎回ね。家の前に。これ工藤さんのリクエストで一応作ったやつじゃないですかね。なんだっけ、あ、先生学校ドラマ熱血ジェルジン。なんかこういうっぽいですね。宮崎さん、これの多いですね。なんかちっちゃいごっこ遊びみたいなの多いね。俺も多いんだけどな。でも動いててよかった。動いてるね。ヒゲと整髪料ってどういうことなんですかね。自由に作って長えな、なんか長く感じるんだよな。ぽってりしたものが長い。これね、5分ぐらい今見てない。そんな感じです、うん、そうですね。体感時間みたいなのはね、そうそう、ちょっと違いますね。時間がゆっくり流れるんですよね、はい、宮城さんの動画って。さあ、はい、そんな宮城さんの動画はまた来週もありますんで、ね、はい、じゃあこんな感じでお送りしました。来週は9月の第2週です。はい、じゃあさよなら。さよなら。